テレビとかそういうのはね、桜井を取り上げないと言ってね、皆さんがこう文句言うのはわかるけれども、でも、腐り切ったテレビがね、今更ながらにね、いや、改心しましたっていうわけがないんです。外国人記者クラブで私も一回やったんですけどね。メディアに期待するのはやめなさい。我々としてはね、100万に1つの可能性にかけて、若い人たちにね、目を向けてもらわなきゃいけないんだと。今の10代、20代の若い人たちに目を向けてもらえれば、逆転の目も出てくるんですよね。逆転の可能性も生まれてくるんですよ。まあ、それはずっと言い続けてるけれども、で、その逆転の可能性のある若者たちにどうやって目を向けてもらうかといったら、テレビじゃないんです。というか、既存メディアは基本的に今の若い人たちは絶対に見ないです。テレビそのものを見てないですから、10代、20代ね。20代、10代になるとテレビを見てないっていう人の方が多くなっちゃうんですよね。で、この10代、20代っていうのがネットを見てるんですよ。で、特に YouTube と、今これは YouTube ですね。YouTube とか、あるいは、まあ、TikTok なんかも本当はあれシナですからね。TikTok とかもそうですけれども、そういった SNS を見てるんですね。だから桜井がずっとね、君たちに言ってるのは、切り貼りしていいから。桜井が喋ってる中でも何でもいいし、抗議回線ね、過去20年。だからもう遠慮せずにどんどん切り貼りして、で、これが桜井なんだっていうのを広げてほしいと。もうだから、都知事選用意スタートって始まった瞬間に、もう瞬間というかもうその時にはもう SNS が全部桜井誠で埋め尽くされるようにね、やってほしいって言ってるんですよ。まあ、多少なりとも桜井の動画上がってるみたいですけれどもね。今の若い人たちっていうのは10秒とか20秒のもう本当にごくごく短いね、動画ですよね。まあだからね、どこでもいいけれども、自分がね、こう頭に残るフレーズですよね。桜井が怒ってるところでも何でもいいんだけれどもね。桜井が怒ってるところで、例えばね、頭に残ってるところですよね。印象に残ってるシーンを30秒切り抜いて、で、それを上げるんだというですね。私も見ました。おい、何した？おい、誰が言ったの？言い逃げするのや。頼むからね、言い逃げなんてやるのや。これね、選挙なんだよ、君、分かってる？選挙演説に対して、それに対して妨害をするっていうんであれば、堂々とやる。私はですね、都知事に立候補するにあたり、7つの約束、7つの公約というのを皆さんに提示しております。外国人生活保護をやめます、あるいはパチンコを規制しますとかですね、あるいは韓国学校、今問題になっておりますけれども、韓国学校、あんなものは中止します。そしてその代わりに保育所を建てると言ってるんですよ。その当たり前のことができないのが今の日本なんですよ。あまりにも情けなさすぎる。外国人の方がね、日本人よりも優遇されるなんてことがあっていいわけがないんです。